か、もともとはパソコンのゲームやったらしいんですけど、パソコンに移植して、移植してから買った人デビューとか満点やし、あ、ちょっと見てない、てかそれ紹介しようよ、次のトレイヤーでアプリやるの、こうやって紹介する話なんだ、パッケージがない、そうなんですよ、で、それとお仕事もして、あ、でしかもちょっともう一個問題があって、それアプリ版は普通に健全な感動する話なんですけど、パソコンもあるのちょっとなんかこうエロいらしくて、エッチなやつで、あ、まだそれはもうちょっといい、そっちに触れなきゃいい、そうですね、まあ、アプリだけの話ですよ、あ、うん、エロゲーだね、これエロゲーじゃない、いや、エロゲーだよ、これで、アプリではレーティング通らないから、エロ要素を削除しないといけない、アプリの審査通らないから、エロゲー見て泣いた、それに出会ったルートが知りたいよ、なんでだろう、エロゲー紹介しちゃった、まあまあ、見てみるよ、まさかユーコスにエロゲー紹介されるのかな、つらいよ、エロゲーじゃないよひまわりおすすめです。